チェス無名です。今日もね楽しく素人ラ実況やっていくんですけども、まあ、ちょっとね、コメント欄の方でねちょっとリクエストいただいて防衛作戦今どんな感じですかっていうふうなことを聞いたのでちょっとね、まあ、それについて話していきたいなと思います。まあ、ちょっとね、ちょっとねフレンドからのね、なんかチョックラ攻撃とかまあなんか空攻めとかもいっぱいあるんですけどもまあパーッと見た感じねパーッと見た感じまあ結構ね、負けてるところはないですね。負けるところはないんですけども、まあそんな感じでね、ちょっとね、そのリプレイを見ていただきたいんですけども、まあどういう配置でどういうキャラを使ってるのかっていうんですけども、ちょっとね、あまり参考にならないかもしれないです。新キャラで固めてるので、ガンガン固めてるので、うん、ちびくろ、なんだ、ベビー、ゆきんこ、レドラ、ブルドラ、ゴブバイ、ちびくろ、みたいな感じ。この6体。6体 ?1,2,3,4,5,6。まあ、6体でね、この新キャラの6体で固めてるわけであって。ちょっとね、もう課金者みたいなね、防衛なんで、ちょっとね、ああ、いいですね、おやてさん。ペンギン。まあ、最近ちょっとペンギン加工されちゃってあんまり強くないみたいなイメージあるんですけども。まあ、でも結構ね、使い方次第では全然強い人もいますし、まあ、こんな感じでちびくろ相手だとね、本当に、ペンギンとかもね、止まる前に倒してくれちゃうので。強いですね、普通に。いや、ブルドラがめちゃくちゃ強い。まあね、レドラとブルドラが一緒にいるという時点で、なんか弓魔法を一緒に連れてこなきゃいけないし、そのトリオの時でもそうですし、だから結構ね、厳しそうですね。ここら辺だともうコスト負けしてるので。で、あとはね、どうちびくろとね、このベビーを止めるのか、みたいな感じですね。ゴブバエも生き残ってますし、ここら辺はもうちょっと厳しいですね。最初にペンギンぶっぱしてきたので、コスト負けというかね、それもちょっと厳しそうですね。ここで、ゼウスが出てきたんですけども、ちょっとね、ゼウス、どうだろう。あと、なんだろう、迎撃大型いたら多分勝てるとは思うんですけども、ちょっと厳しそうだな。こっちをね、今度突破しなきゃいけないので、その分のユニットと、まあ、コストが残ってるかという話になると、それはちょっと厳しいかなっていう部分もあるので、もうこれはこの後多分、もう、そのまま落としちゃいますね。まあ、そういう感じでしたね。まあ、そんな感じで、こういう、なんだろう、新キャラで固めてるから、まあ、ちょっとね、課金しなきゃいけないかな、みたいなところはあると思うんですけども。ま、こんな感じ。まあ、ゴブリンバイクはちょっと、うん、この砦の一直線上に狙ってるんですけども、まあ、真ん中はバルーン対策で、チビクロー2体。まあ、そんな感じですね。で、ベビーは、ま、あれだね。なんだ、チビドラとか、エルフとか。うん、たまにこのチビクロのね、風船とか割りに、なんだろう、割ったりとかしてくるときになんかね、多分エルフとか使ってくると思うんで。まあ、チビドラ、エルフ、あとなんか、ユキンコとかの対策にね、このベビーを置いて、で、まあ、ゴブバイで後ろから支援。で、後ろは、ユキンコと、レドラで固めると。まあ、こういうわけでね、ユキンコとブルドラがいるっていう時点で、まあ、魔法を連れてくるわけじゃないですか。で、魔法を連れてくるんだけど、今度ね、このレドラを倒すために弓を持ってこなきゃいけない。これでね、弓魔法っていうユニット2つ必要になるので、結構厳しそうですね。まあ、逆に、魔法を持ってこられたとしても、ベビーがね、その魔法使いの攻撃でグズって、まあ、一掃してくれたりもするので、まあ、結構、これ結構ね、突破するの困難だと思いますね。ちょっとま、そんな感じでね、ちょっと参考になるかどうかって話だったらね、ちょっと、ならないかな、みたいなことは思うんだけども、まあ、まあまあ、まあ、どんな感じなのかなっていうところをね、ちょっと見せたかったので、まあ、そんな感じですね。まあ、リクエストもあったからね、っていうわけで、まあ、こんな感じで、終わります。じゃあね。